はい、皆さんこんにちは、琥珀の夢3回目かな、行きましょう。で、前回は何の部屋、前回は、美の間に行ってたのかな。で、今回はどこに行くんだろう。これ変わってないですね。変わってない。そうしたら行けるのが下？ここですよね。愛の間、今はなき暖かな幻、行ってみましょうか。なんかいる、もう話しかけてみますよ。はっ、ボンジュールミドレドーミ、お嬢さんもこの破顔の晩餐会に出席したいのかな。これはいって言ったら死ぬんじゃないの。はい、なるほど。しかしお嬢さん、あなたの表情は破顔の晩餐会には硬すぎる。破顔でいいんですかね。破顔、わかんない。どうしてもというなら破顔の魂でも探して笑顔を練習してきてはいかがかな。破顔の魂、それを探すのかしら。下行ってみましょうか。あれ、開かない。じゃあ右、セーブポイントがあって何かいる。とりあえずセーブしましょうか。愛の間、話しかける。ミドレドーミって何ですかこれ。ボンジュールって何語だっけ。ミドレドーミってあんの本当に。なんか甘いものでも食いたいな。ん、破顔の魂に会いたいって。あいつならこの奥にいるけど、ただち通したくないね。ここは俺の縄張りだ。何か俺に貢ぎ物はないのかよ。何も持ってないですね今ね。ダメですねこれ。まあ下の部屋から何か見つけてくるんですね。あ、こっちもあんのか。下行ってみます。うん、何かある。そしてここには鉄の破顔の音を奏でたまえ、ただし席の空いた演奏は無価値とし。で、はい、何かしら音を鳴らせばいいんだけど、席が空いてちゃダメ。席はこれでいいのか。椅子はこれでどれかの音を鳴らすのかな。ちょっと一個鳴らしてみますか。あ、叩くやつも必要なのか。あ、叩くやつも何か必要だな。カンテラじゃないですもんね。あ、なるほど。OK。そしたら右に行きます。パンプキン。天使のような石像だ。天使のような石像。パンプキン行っていいのか。あ、この後ろの音楽怖い。血がついてます。これ死ぬな。魔法使いの帽子のようなものをかぶったかぼちゃ、くり抜かれた目の奥から甘い香りがした。あ、やべえ、使っちゃった。ミシロはかぼちゃに向けてナイフを振り下ろした。かぼちゃには大した傷がつかない。ん？カンテラ？違う。もう一回ナイフやってみます。つかない。これ帰るとき、お、ダメだな。あ、え、ここは素通りするのか。何かいます。これ穴かな。話しかけてみようか。なんだよ。くそ、ちょっと待て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 。結構話しかけちょっとダメだぜ。で、なんか下に血があるんですよね。これどうするんだ。戸棚は固く閉ざされて開かない。割れた樽の中にはガラクタが詰まっている。で、これこっち行けんのか。ただし銀の鍵がいるな、多分な。そうですよね。
あの前を通っちゃダメですね。オッケー。このカボチャとこれは連動しているのかな。この中には何か入ってない。ん？そしたらここでできることはもうないんじゃないか。いや、あのハンマーみたいなやつに話しかけてみます。あ、そうだね、やっぱね、一つ持っていく小ぶりの金槌、これでミシルは留め具を外し、金槌を手に取った、この取った時にバリンとかなんでしょう、どうせならない。あ、それあれで、あ、やばい、動いた。え、戻ってみます。あ、いない。え、超セーブしたい。セーブしていいですか。セーブします。で、ここかな。 OK。 で、多分カボチャにアクションしてみましょう。方向とかあんのかな、これ。まあ、とりあえずここから行ってみよう。金槌、片手で使える金槌、硬いものを叩こう。あ、これはカボチャじゃないな、多分。一応やってみるか。一応やってみよう。思ったより硬く、砕ける気配はない。これ帰るとき死ぬじゃんか。死にます。そうですね、この金槌は、ここの部屋のこれを叩くんですね。ただなに、ついてきてんのこいつ。え、ただここはその席の間観客がいないとダメだから、こいつを誘導するとか、そういう話なん、どういう法則があんのこれ。ん、なんでこれこっちの時動くんだ。あ、こっち向いてるだけか。え、そしたらこれで鳴らせばいいのかな。え、話しかけてみます。人形はつぶらな瞳でこちらを見つめている。え、頭を撫でる。あ、ん、これでここについてきてほしい。来るのかな。え、来たらついてこないでっていうの。ここだ、ここで、ついてこないで、これでいいのかな。ただどれを鳴らすかわからない。全部鳴らせばいいのか。あ、あ、ミの音、これあれか、なんだっけミドレなんとかとか言ってましたよね。あ、ナイフじゃない。ミレ、あ、ドレミ、ドレミか。オッケー。そしたら、なんだっけ、ミドレドーミ、ミドレドーミね、ミドレドーミいきます。あ、あ、びっくりした。頭を撫でる、ここに来て、ミドレドーミね、ミドレドーミ、こっち来いって。そうなんか今んとこすげえ順調だ。あんま怖いとこもないし。そっちじゃないよ、こっちだよ。あ、僕の歩いた方に歩くのかな、これは。なんだっけ、ミドレドーミ、ついてこないで、で、ミドレドーミだからミ、ミドレドドミ、これでいいのか。お、
ちょっと待って、なんだ。これ行けばいいのかな、もう。これでいいんだよな、出るぞ。セブ。よし。で、どこで音がしたんだ。かぼちゃ？かぼちゃの破片とお菓子の詰まった布袋が落ちてきた天井の隙間から飛び出しているお菓子を持っていきます。三代は袋の中のお菓子に問題がないことを確認し、お菓子袋を拾い上げた。賞味期限切れてたらね、まずいからね。お菓子を手に入れた。このお菓子はなんじゃろ。ほい、死ぬほど甘い。甘い？なんか甘い？甘い？なんか、あ、あいつにあげんのか。あいつがなんか、あい！くそ、完全に油断してた。そうだよね。そうなるよね。そうだよね。道が違うじゃん。これな、これ模様型なの？わかった。ダッシュな。で、これでお菓子を持って行って、で、普通に行って、普通に行って、普通に行く。それで、ここで、ダッシュをして走る。あぶねえ！これもう来ないよね、多分ね。てか、先にセーブしたい。セーブしたい！よーし！で、この人に、甘いものをあげる。見継ぎ物は、お菓子でございます。お、それくれるの？なかなかいいじゃん、受け取ってやるよ。センキュー。ほらよ、好きに通りな。セーブ、まずセーブで入ります。先客がいらっしゃる。ハガン、ハガンでいいんですかねこれね。私のことよ。私はハガンの晩餐会の常連、愛の求道者。求道者でしたかこれ。そのまま読んでいいんだっかな。まあいいや。それにしてもあなた表情が硬いわね。見てられないわ。少し笑顔の練習でもしていきなさい。はい。さあ、だんだん楽しくなってくる。死は美しい。苦痛は快楽。悲しみに感謝。今日は豚の心臓を刻んで茹でて食べましょう。ほら、だんだん楽しくなってくる。まだまだダメね。全然硬いわ。ほら、まだまだ練習よ。怖い。さあ、だんだん嬉しくなってくる音楽がやばい。ベッドとは棺桶。火を灯そう。それは足？体中の血がオレンジジュースになったら最高。ほら、だんだん嬉しくなってくる。少しは柔らかくなってきたようだけれど、とても自然な笑顔とは言い難いわね。もう一度よ。何？これどうなんの？さあ、だんだん嬉しくなってくる。幸福な煮沸消毒された肉立方体。コーナーは昨日である。どういうこと？私は空腹であった。したがって小指は食べられた。ほら、だんだん嬉しくなってくる。なんか黒くなってきてる。まあ破顔の晩餐会にかろうじて参加できるくらいには。あら、いいこと思いついたわ。多分あなたの硬さを一発で。これは何？ゲセルじゃないよね。ホグセル、なんだろう、わかんない。試してみる。やり方は簡単なのよ。硬いものにはこれが一番なんだから。どうすんのこれ。話しかけちゃダメなのか。あ、それともどっかの、いや一回話、あ、いや家で抜けられるか。一回行ってみる。ここでここで家とかがあるから。可愛くない魂ね、好きになさい。これで出るの？
それでさっきの人話しかけてみます。ダメだよね多分ね。何段階か進めた段階でいかなきゃダメなのかな。これが、1回目でいいのかな。あれ、これ1回目だっけ。もう1回、あ、これが次が確か死ぬんだよね。で、ここでやめよう。どうだろう。あれ、ここ、こんな色だったっけ。はい、ダメか。あ、あの3回目の後にも選択肢出るんでしたっけ。もう一回行きましょうか。すいません。はいはい。でもう一回やって、さらにもう一回だよね。でそこで抜けれるんだよね。ここでうーぬしくなってできて、煮沸消毒された肉立方体とコーナーは機能であるって、なんか意味がわかんないんだけど、コーナーは機能であるってなんか意味あんのかな。まあいいや。で、ここで抜ける。もういいです。そう、まあいいわ。会場では笑顔を崩して参加者を不快にさせないようにね。これでいけんのかな。ああ、セーブした方がいいかな。セーブするか。ていく。話しかけます。はい。お、なるほど、少し硬いが立派な笑み、微笑み。そのいびつな破顔の晩餐会にふさわしい。どうぞお取りを。お嬢さん、オッケー。入っていいかな。セーブするか。セーブするか。このこまめなセーブで行きましょう。行きます。話しかける。お客様、どうやら会場に1名ほど参加資格を持たないまがい者が混じっているようです。口先だけの嘘つきで笑顔も作り物、本当は晩餐会を楽しいなんて思っていない不届き者です。見つけ次第ご自由になさっていただいて構いません。え、これは僕のことを指してんじゃなくて、それを探せってことか。この中から探すのかな。この人話しかける。笑顔、幸福、享楽、そういったものを無条件に求めるものの集いがここです。これ笑うのだよね。笑う。ニコニコ。ミシロは内心不快感を覚えた。ん？とりあえず全員話しかけます。ワインとチーズで優雅にしゃれ込もうじゃないか。ヴィーナスの鮮血に乾杯。チーズ。ニコニコ。ミシロは笑顔を引きつ、あ、あれ、これなんかまた画面暗くなってきてないか。これなんかやばそうだな。話しかけるよ。ここに来るまでに破顔の魂に鍛えてもらいました。3度の訓練はきつかったですが、おかげで笑顔になれました。笑う。ニコニコ。あ、やべ、ミシロは少しおかしくなってきた。え、これ言っていいのかな。え、ここなんか怪しい。でもちょっと先にこっちを見る。あ、なんか、え、入り口じゃなくてなんか下にも行ける。行ってみましょう。あ、いけない。特殊な鍵。マジか。ちょっとあいつに話しかけてみよう。え、見てない。すごい色の料理がありましたね。少し食べたら気分が悪くなったので風に当たっています。笑う？笑うよ。ニコニコ。ミシロはこの世のすべてが愉快に思えてきた。え、どうなんのこれ。なんか話しかける順番とかあんのかな。そしたらあとこの二人を話しかけてないですね。あの魚を煮た料理は私の好みではなかったな。
2色のソースは酸味が効きすぎていると思うんだが、笑うよ。ニコニコ。見しろは壊れた。あれどうすんの？なんかヒントみたいのあんの？あ、もう話したの。これはクマの人形過去の前にあんの？そうだね。可愛いでしょ？で、この人に話しかけてない。あのピザ、何でしたっけ？肉のやつ。なかなか美味でしたよ。笑う。ん？なんかこれ、多分3回話しかけたら死ぬのかな？ピザ、料理。魚料理。誰か嘘をついてるってこと？チーズ。形容しがたい色と形の料理、まだ手がつけられていない。ん？ん？ピザあるね。ピッツァ。バーベキューソースと何かの肉を中心とした具材。ん？なんだ？チキンの丸焼きから香ばしい香りがする。同じ人に話しかけてこっちを選択したらどうなるんだ？みんなそのまがいものを探してるんだよね、多分ね。全員ちょっと笑わないで行ってみるか。あ、なんかすごい脳筋プレイな気がするけど行くぞ。次この人。皆さんもう分かった方とかいらっしゃいます？ラストはこの人だけですよ。笑わない。お前、俺と同じまがいものか。だったらこれをやる。扉の先に俺の求めるものはなかった。もう不要だ。ボロボロの鍵を手に入れた。危険を犯してこんな妙なところまで潜り込んだが、手が外れたようだ。さてどうしたもんかな。これ、この人を、なんか倒すとかしなきゃダメなのかな、ナイフで。嘘。ナイフっていつでも自分の体に突き立てられるのやめて。あの女、さっきからこそこそと妙だぞ。まがいものか。ハガンの晩餐会にまがいものは必要ない。招かれざる。これなんだろう、追いかけっこかな、それとも即死かな。一応シフトを押しとく。招かれざる 客には鉄槌を。はいよー、はいよー、はいよー。すいません、左下に行けばいいんだ。で、一目散にやつのところに行って、やつから鍵をもらいます。そして動線をチェックしておこう。先にこれまっすぐ行ったら多分こいつにやられるから、こう行って、こう行ってこうでいいのかな。まあそれで行ってみますか。多分まっすぐはね死ぬと思うんだ。あ、やべ、くそ。こうだね。あ、オッケー。でボロボロの鍵を手に入れて、ここで見つかって、まがいものか、まがいものは必要ない。鉄槌を。で、いけると思わなかった。セーブする。あぶねえ。そこまで厳しくは作られてないですね、このゲームはね。あ、で、鏡があると。いきます。鏡には自分の姿が映っている。これで多分、話が進むな。10年前？すごい戻った。
目の前になんだか見覚えのある風景が広がっていた。これ自分のお家ですよね、多分ね。あら、ミシロ、お誕生日会の準備ならもう少しかかるからおとなしく待ってなさい。お父さんとおじいちゃんのお話はあまり邪魔しちゃダメよ。お誕生日会っていうのは、ミシロのお誕生日でいいのかな？なんか部屋少なくなってるけど。ミシロはおじいちゃんと会うの久々だよな。いや、どれもお前が小さい頃のことだから覚えてないか。簡単にご挨拶しておきなさい。してみましょう。あ、おじいちゃん出てきた。あれ、なんかこいつ、あの良太郎と顔似てないか。気のせいか。見しろよ、大きくなったな。お前のおじいちゃんだよ。まだお前がこんなに小さかった頃に会ったきりだから、お前はわしを見るのはほとんど初めてかもしれんな。今日で6歳か。小学校に上がってからもより一層健やかに育つがよい。誕生日おめでとう。で、お父さん、あれ、挨拶した。で、お母さん、あ、何、父さん、確認しておくが今日限りだよ。これは見知らぬお父さんが、お父さんだからおじいちゃんに言った言葉ですね、多分ね。分かっている、十分だ。あとは好きにするがよい。どういうこと？お袋とはどうなっているんだ。お袋？ああ、おじいちゃんの奥さんか。これなんて読んだ？わからん。もはや、なんだっけこれ。ああ、名字忘れちゃった。薄いか。薄いにあらず、今さらわしの関与するところではない。なんか、なんだ？それじゃ、玉木さんたちとは？わざわざこちらから接触することは望まれてなかろう。金にすら反応を示さぬ。言いたいことは尽きないけど、今日はめでたい日だ。ミシロに免じてやめておくよ。好きにせい。なんだ、ちょっともう一回話しかけてみましょうか。お父さん、あれ、あれ、おじいちゃん、うん、あれ、変わってない、変わってないな。っていうことはもうあれか、その自分で自分をあれしないといけないのか。コンセントだ。コンセント怪しいな。それともこっちか。ガスコンロだ。今日はこれから母によってフル活用される。どれだこれ。キッチンの蛇口、キッチン用シャワーヘッドもしっかり搭載され手を洗う。後ろはしっかりと手を洗った。あら、言われなくてもちゃんと手を洗えたわね。濡れた手はしっかり、あ、わかった。これでコンセントだ。濡れた手はしっかり拭いておくのよ。これでコンセントでしょ。あ、でも先になんかイベント起きなかったら嫌だからもう一回話しとこう。でもそんなことないか。でも一応話しとこう。変わらない。変わらないですね。よし、コンセントでしょ、多分。行きま、あ、この棚見てないか。うん。行きます。あれ違う、え、嘘、え、これでこっちじゃないよね。あれ、誰かに話したのがダメだったか。すぐ行くのか。違う、ん、これ、いや、これ、いや違う。あれ、ん、これなんだっけ。あー、なるほど。オッケーオッケー、わかったわかった、わかりました。でもピンセット持ってたら多分手は洗わなくていいんじゃないか。多分そのままこれコンセントに、そういうことですね。いきますか。コンセントだ。いたずらで針金などを刺すと危ない。万が一手が濡れていたりすると本当に危険だ。わかった、じゃあ濡らしてきます。手を洗う。で、この状態で行く。行こう。あ、そうか。ちょっと忘れてた。何かお父さんとおじいちゃんが怪しい話をしていた。ミシロは気がつくと再び鏡の前に立っていた。
全身の筋肉が硬直する感覚は残っているが、手足にしびれの類は残っていなかった。そう、私は一人っ子で3人家族、母はチカ、父はシンジ、そして私の6歳の誕生日に訪ねてきた祖父のリンゾウ。ずいぶん昔の記憶ではあるけれど、なんとなくあの日はとても楽しかったような気がする。うん、三代は記憶の断片を手に入れるのと同時に何か大切なものを失ったような気がした。なんか薄い、あ、鍵かな、あれは。セーブしましょう。なんか薄いにあらずみたいなこと言ってましたよね。銀の鍵、これで銀の部屋に入れるようになった。どうすればいいんだ。ダッシュで逃げるのかな。行くぞ。危ない。でもまだ全然安心してないからな。行くぞ。あ、待てよ、あっちじゃないの、逃げんの。まあ、行くか。うーわ、なんか違う気がする。あの部屋のあっちな気がする。行くぞ。あ、出れた、普通に。ちょっとセーブしてちょっと試してきましょう。あれ、まあいいや、試してくるっていうか、ちょっと確認しに行きましょう。あの、なんか階段みたいなのなかったっけ。クマも一応話しかけとく。かわいい、何も変わんない。これいけるよね絶対。あ、落ちんのかな。まあ行くぞ。あれ、いけない。あ、これ階段ではないのか。まずセーブだな。もうここでいっか。いやー、一番上からにしとく、それともなんかやばかったら困るから一応こっちにしときますか。何、ここ行くぞ。あ、鏡がある。え、あ、これなん、涼太郎だっけ。鏡には涼太郎の姿が映っている。見城ではいくら見つめても変化がないようだ。ん、っていうことはここに涼太郎連れてくんのか。戻ります。そうなのかな。で、一旦帰って、ちゃんとセーブするか。ここでセーブ。もう一番上でいいかな。良さそうですし。はい。というわけで、今回はですね、何の部屋でしたっけ？愛の間でしたね。に行ってみました。ただ、初めてですね、良太郎、自分の鏡じゃなくて、良太郎の鏡が出てきたので、なんか連れていくのかな？ちょっと一回話しかけて終わりにしてみましょうか、今回は。これ進みますね。何？俺の鏡があった？ってことはそこに行けば記憶が戻るのか。よし、早速行こう。お嬢ちゃんには手間をかけるが案内してくれ。お？なるほど。目的の鏡があるエリアに入ると自動的に涼太郎がついてきます。なるほど。というわけでちょっと次回はこいつをあそこに連れて行きましょう。何が起きるのかとても楽しみですね。今回は多分そのびっくりするところはあんまなかったと思うんですけども、話がかなり進みましたので結構面白くなってきたと思います。というわけで、また次回、お楽しみにお待ちください。ありがとうございました。さようなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますのでぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。